皆さんこんにちは、本日のレッスンはインテンショナルスライスの打ち方についてレッスンをしていきます。インテンショナルスライスとは、ボールを左に打ち出してあえて意識的にボールを右に曲げていくといった練習、ショットになります。このショットは、例えば木が邪魔になってグリーンを狙えない、その時に左から回してグリーンまで戻す、右に戻すといったショットになります。このショットも覚えれば実際コースで使用することも可能になってきますので、まずは練習場でしっかりと練習をしてください。今回使用していただくのは6番アイアンになります。あまりここでロフト角が多いクラブですね、8番であったり9番であったりピッチングであるっていうクラブを使用していくとスライスがかかりにくくなってきますので、6番アイアンでまずは練習をしてみてください。6番アイアンで練習することでボールの曲がりっていうのを大きく感じることができます。ぜひ練習してみてください。それでは打ち方に入ります。まずフェース面の向きは、飛ばしたい方向に向けていきます。なのでグリーン方向にボールを飛ばしたいので、まっすぐそのフェース面グリーンに向けて構えていきます。そうしましたら次はスタンスは打ち出したい方向に構えます。左側に木を避けて左側に打っていきたいので、このようにオープンスタンス、少し左を向いた形で構えていきます。ボールのポジションは左側寄りに構えるようにしてください。このような構えになります。スタンスからしたらフェース面の向きは開いている状態になります。この状態でスタンスの方向にバックスイングを振り上げて、ダウンスイングもスタンス方向に振り抜いていきます。ってなるとスタンス方向に対して振り上げていくとなると、気持ちアップライトの高い位置にフラットではなくてアップライトの方にスイングが作られます。またフォローのラインというのは、左側に向いていますので低い位置に振られていきます。ここでこのようなスイングになってしまうとスライスかかってきませんので、注意が必要です。それでは一度打ってみます。フェース面はグリーン方向、スタンスは左方向、ボールは左足寄り、このスタンス通りに振り抜いていきます。はい、このように打つことでボールは左に打ち出した、スライスボール、になってきます。この打ち方ですね、しっかりと覚えて練習をしてみてください。それでは一度別アングルでスタンスのラインとフェース面の向きの関係について見ていきます。はい、フェース面は飛ばしたい方向に、スタンスは打ち出したい方向に、ボールは左足寄りに、このようにセットしていきます。スイングはアウトサイドに上げて、アウトサイドからインサイドにカットしていくイメージで振っていきます。それでは一度打ってみます。はい、このようにインテンショナルスライスの打ち方、しっかりと練習場で練習してから本番で使えるように、練習を してみてください。以上で本日のレッスンを終わります。あなたのゴルフ PGA 竹内プログラムを期間限定でプレゼント中。これを解説されたこのプログラム、スコアアップ、手に入れろ、落差をつけろ。